はいどうも、シュンテミです。ひろみです。お願いします。お願いします。というわけですね、はい、北海道旅行の話をしたいですよ。はい。札幌どこ行ったかっていうと、あのジェットコースターの道っていう道があるんですよ。あ、あれか。あの一直線の。そう、一直線、そう。あそこでちょっと写真撮ろうって言って、ちょっとこう、フォーマルな格好を俺はして、うん、写真撮ったんですよね。記念スーツあった？ギリ、はち切れそうだった。ちょっとはち切れそうじゃない？はち切れそうでしょ。いや、もうやばいってこれは。ギリ、はち切れそう。こんなこと言いたくないけど、ボンレスハムもうはち切れそうだったけど、なんとかなったかなっていう感じ、うん、ちょっと夕張とか、富良野の方に行ったんですよ、はい、メロンのこっちの、そう、ちょっと上の方かな、うん、行って、あのメロンの、うん、メロンファームとか、ラベンダー畑とか、はい、そういう観光地で、いろんな、まあ、お花のなんかアートとか見たりとか、うん、写真いっぱい撮って、そういう場所もいろいろ行ったりなんやかんやして、そういう日の夜はホテルの方に、まあ、帰ったんですけど、はい、トリトンっていうお寿司屋さんがあるんですよね、うん、ネタが大きいですよ。なんて大きいんでしょう。ネタこんな、なんだろう、塩で言ったらね、お店の塩で言ったらガッテン寿司、あああんな感じ。真ん中にあの板前さんがいて、うん、トトとかガッテンとかそんな感じか。そう、そんな感じで、でもネタが全部やっぱでかい。そんな変わんないやろと思ったんですよ、うん、ネタでかい、いやいや、どの店も大きいやろみたいな。北海道と石川の あの回転寿司はネタがやばいっていうのは。そうだね、俺もでもあんま信じてなくて、ネタ大きいって言ったってさ、そんな大きくないやろと思ったら、いや、めっちゃでかっ、ね、めっちゃでかっ。え、なにこの、なにこれ、あのお皿あるじゃん、お皿、うん、お皿の多分サイズは変わんないですよ、うん、はみ出てんだよ、普通にサーモンはみ出てるし、ひたすら食いましたね。まあ食といえば北海道の、北海道といえば食っていうような感じですからね。そうですね、まあとにかくそれがもうとにかく衝撃だったし、うん、まあもちろんその函館でジンギスカンも、函館で食べたんだ。そう、だからその言い忘れたけど、函館ではジンギスカンと、はい、あとはあの函館の塩ラーメン、うん、アジサイっていう塩ラーメン、はい、フラッキーピアでしょ、ね、あ、そう、朝一、昼は、で翌日朝一、うん、札幌の寿司は4日目かな、食ったのは、うん、5日目は燃えれ沼公園っていうガラス張りの建物があるんですよ。写真スポットみたいなところがあって、そこで写真を撮って、まあ、ウェディング写真をフォト撮って、まあ、北海道住みの人と一人来てもらって、うん、写真撮ってもらったり動画撮ってもらったりして、それがまだ来てないんですけど、まあ、今後多分送ってくれると思うんですけど、まあ、それを記念に、はい、その日が唯一雨だったんです。でも室内だったから問題なかったけど、翌日帰るんかからもう最終日の夜だったんですよ、うん、夜はやっぱりその5人でまたジンギスカンを、札幌でジンギスカンを、すすきのに行きまして、おお、すすきのクスノキみたいな、もうその日はもう車返しちゃってて、うん、その札幌 のお知り合いの方に乗せてもらって移動してたんで、そのちょっとジンギスカンの時間がちょっと遅かったのもあって、夕方の空いた時間にあのテレビ塔があるんですよね。はい、あの大通りの、そう、東京タワーかってくらいのやつがあるんです。3分の1ぐらいの、それをまあ見てジンギスカン来て、まあ食べたし、まあ、そもそもあの帰った後に、あ、すすきのだったんだっていうのを知って、あの日課だっけ、ウォッカだっけ、そう、日課ウォッカ、日課のあれもなんか見たことあるけど、あれなんかすすきのに確かああいうのあるよなと思って、ね、ここすすきの時知らなかったんで、そもそもすごい楽しかった。あれ行かなかった、行ってなかった、最終日行ったのかな、たまに羊が、あ、行った、うん、行きました、そう、最終日、そう、帰る日の、まあ、朝から、そう、羊ヶ丘行って、クラーク、うん、博士のね、少年よ大将いたっけ、ボーイズ・アンビシャス、はい、行ったし、あとその後にあれも行った、白い恋人パーク、あー、はいはい、もう行きました。それぐらいかな、そこ行ってそうだねって帰った感じかな。まあそうだね、帰るは札幌ってことは千歳から帰ったんか、うん、そう、あ、千歳でかくてビビったでしょ。でかかった、めっちゃでかかった。まああの自衛隊も一緒に入ってるから、あー、であそこまで札幌の人にもう申し訳ないですけど、もう送っていただいて、お、結構距離あったんですよ、あ、ね、上乗ってもらったし、新千歳でさよならしたんですけど、まあ新千歳も良かったし、そのもうなんだろうな、北海道の魅力がこの5日でもうなんかイメージとガラリと変わって、はい、うわ、めちゃめちゃなんかいつか住みたいなみたいな、もうレベルになってて、もう仕事がもしさ、フリーランスとかそういうんだったらさ、いや絶対俺多分行ってるわ。まあちょっとね、本州とそれこそ歴史上の関係で文化が違いますからね、あそこは、うん、アイヌの文化が残ってたりとかするし、そういったところでは他の文化に触れられるっていう点では、まあ、僕も北海道経験者なんで確かにあるっすね。なんか撮影ないっすかね、あっちに行く
仕事ないですか、仕事案件。俺らな、宮杯な、全国出てたら北海道だったんや。まあ県大小選負けだけど、そうですね、ぜひなんか北海道のね、なんかで我々ができるお仕事あればぜひとも呼んでいただきたいですね。とりあえず涼しいとこ行きたいですね。また行きたい。なんかスポーツショップもなんかあったっぽいけど時間なかったし、うん、行けなかったんですけどね、うん、そういうとこもなんか行きたいし、まあ、GS がねなんか1店舗北海道なんか取り扱いが始まったって聞いたんで、まあ、寄りたいなってもあるし、あ、一つそうだ、新札幌駅の厚別ってところにですね、はい、ココボンというアイス屋さんがあったんですよ。ほうほうほう。ココボンなんか可愛いな名前と思って、まあ、それを知った理由っていうのがさ、我々あのブレイスレボサポーター、あ、はい、あるじゃないですか、アームスリーブの、アームスリーブ、そう、あの整形外科医と医学療法士の、うん、ね、あれで作ったアームスリーブあるじゃないですか、はい、あれそこで作、そこで販売してるんです。アイスクリーム屋さんで、アイスクリーム屋さんの上に事務所があって、あ、その経営は同じなんですけど、お父様がその辻ヶ丘病院の院長だったか理事長だったか、肩のスペシャリストなんですよ。俺らやんと思って、もう行くしかないやんって、まあもしかしたらいつかそういう話で行けるのかなって俺はちょっとまた北海道行けるんじゃないかなって思ってるんですけど、ホテルから近かったら一瞬ちょっと場所だけ行きますってこう言っといたんですよ一応、うん、でサクッと行って、あーここね、写真撮って後で送って、さっきちらっと行きましたよみたいな撮ろうと思ったら、まさかのあの待たれてたっていう早めに来てくださってて、あのお店の前でこうやって待ってくれてたみたいで、あー車来たっつって、もうすぐ分かったらしくて、もうなんか駐車場止めて、あーこんな感じかってこう見ようと思うその前にはもう店の外にいてこうやって待ってて、あれみたいなって、初めまして言って、開店前のあのアイス屋さんの中にも入らせてもらって、すごいおしゃれな、なんだろう、あの我々があの僕が使ってたの Z のバッテリーじゃん、はい、高いやつ、あれ寄贈してきました爪痕残してきた。なんでバッテ持ってきたいやちょっとバッテ、いやいや、どっかでバッセンあったらやろうかなと思って遊べ、さすがに来ちゃいましたよ。はじめまして、岡村ですよ。そういう気候になってそういうのも、まあもしそういうのがね、そういういい出会いがあったら、そういう私物プレゼントするのもいいんじゃないかなって俺は思ったら、基本何かしら持ってるんですよ、はい、まあ、ステッカー置いてったけど、名刺はもちろん入っあったし、いろいろ仕込んではあったんで、青い翔平 T シャツを持ってったから、はい、写真も撮ってね、あの帰りましたけど、まあ、そのアイスもすごい、インスタもあるんですけど、やっぱ人気でおしゃれで、これうまそうだ、だからぜひね、北海道行った人はね、ココボン、ココボン、うまそうなんですよ。え、ねえ、レモンヨーグルトパフェとか今の時期最高じゃん。中のも見せたらめっちゃ食いたくなっちゃった。そう、めっちゃ、だからココボンに行くために行くのもありです、ありですよ。まあ俺あんまなんか行っても、どこ行ってもあんまりこうなんか無関心というか、あんまりこう表に出さないですよね、うん、おーいいなー、おーって感じなんだけど、表現あんま得意じゃないタイプなんだけど、はい、北海道は全開だった。うわー、何これ、みたいな感じだったんで、まあ、見るもの見るものが全部新しいですからね。そうだね、見たことないもんで、ちょっと俺の頭の中もびっくりしちゃって、うん、なんか普段とちょっとモードが違った感じのね、はい、あのいい思い出になる新婚旅行になりましたんで、はい、はい、というわけで、はい、本日はとっても長くなったんですけどね、はい、はい、翔平 TV が新婚旅行で北海道行ったっていう話をしたんですけど、その中身でね、いろんな多分話があったと思いますが、少しでもね、北海道の魅力伝わればいいと思いました。はい、ブレイスレボサポーターさん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。一生に一度しかなかったと思って、ね、一生に一度あるかないかと思ってましたから北海道、うん、それがね、新婚旅行で行けるなんて思ってもなかったしね、いろんな出会いもあったんでね、はい、今後ともね、こちらは埼玉で、頑張っていきますので、よかったら動画見ていただいて、応援もぜひともしてほしいなと思います。はい、はい、では終わります。チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございI'm not afraid to die.
冷めた